皆さんどうもです、ポルスです。今回ですね、聞きました、天才マリブカ未だ健在だということを見せつけた圧巻のソロビクトリーキャッシュカップラウンド2で5連ビクロイ、世界記録をねまた叩き出しましたねバッケモンすぎるよね。ソロキャッシュで5連ビクロイっていうだけでもね、フォートナイト史上初な気がしますよね。ビクロイでキャッシュが取れる大会だからっていうレベルを超えてる圧倒的な戦績を叩き出したマリブカの立ち回り、ここまで勝てたらね、もう今シーズンの正解と言わざるを得ないと思うんやけど、一体どういう立ち回りをしたのか、そしてラスト 1v1 の勝ち方、それを見てもらえば誰もが天才だと言ってくれると思います。それでは行ってみましょう、レッツゴー。では早速まずは初動から、効果場所はアンビルの上側の白チェストポジションですね。まあここはかなりのね人気ポジションとはいえ、まさかの3人かぶり、なかなかねすごい人数いるんやけど、白チェストが1件ずつあるのが強みですね。やはり各々ハンマーを取りに行きたいと。ただマリブカは白チェストが湧いてなくて、この動画投稿時はね白チェスト出現率 100% に修正されてるんやけどね、このマッチではマリブカは出てなくて、物資を屋根につけて周りから警戒されるポジションを作りながらもう1箇所あさりに行きます。今のブッシュはデコイ兼上側降りた人からの車線切りなのかなと思いましたね。何気ないプレイやけど、どの道ブッシュボムっていうのはソロは基本使わないし、マリブカがより安全に引けるようにね使っていった雰囲気があって、いろんなアイデアの利用をすでに感じますよね。でそれだけじゃなくて、このブッシュボムを使った直後の映像、これをねよく見てほしいんやけど、敵がなんか家に行ってるのが奥で見えるんですよね。まあこれちょっとねマリブカの配信の画質やから、本来はねもっと分かりやすいと思うんやけど、今の一瞬で敵に気づいてるってことを覚えておいてほしいんですよね。回復もして武器は一応戦える状態になった後、その家の方向に行くんやけど、宝箱の音が鳴ってるんですよね。つまり開いてないと。家に入ったのは視認してるのに宝箱は開いてない、つまりこれを餌にハイドしてるなっていうのが分かったから、ちょっと資材を増やして対面勝負で物資有利になるぐらいにしてから屋根を壊して階段を張らずに一撃当てていったんですよね。でその後はハンマー逃げに対して削りに削ってギリギリ倒せなかったんやけど、守り抜いた宝箱からはハンマーが出てきて結果オーライでしたね今の一連の流れの判断力っていうのもすごいですよね。そもそもやっぱり最初の時点で敵が家の中に入ったっていうのを初見で気づけないといけないから、俺はね気づかんかったから、初見ではここでやられてましたねまあまあまあ、その後カエルの像に行って追加の物資を狙っていくんやけど、すでに敵がいて、なんとかねベリーとかで補給はしてるんやけど、さらに漁夫が来てハンマーで一気に逃げていきましたね。まあハンマーが出たから、まあその時点でね楽にはなったとはいえ、物資状況はかなり苦しいですよね。初動実質4人かぶり、ここからどうやって立て直していくのか。まず面白いのが1手目の現実拡張、出たのはフォーキャストかショットガンストライカー。これ皆さんだったら2択取るならどっちを取りますか？おそらくね立ち回り的には未来の円が見えるフォーキャストの方が価値は高いと思うんですよね。ただここでフォーキャストの問題っていうのが2つあって、弱体化したから第1円でフォーキャストを使ってしまうと6分の1のランダム円、一番見たい円が見れないんですよね。まあ第2円になるまで現実拡張我慢すればそこまでね見れるようになるんやけど、今は使えないと。そしてもう一つ、フォーキャストはやっぱり先移動できるのが強みですよね。相手のチームよりも1段階早く先回りできる。ただマリブカの今の状況ではそもそも漁るのが周りのチームよりも遅くなってしまってる。先回りするだけの物資がそもそもないからフォーキャストの力を発揮しにくいんですよね。つまりショットガンストライカーをここでは選んだんですよね。まあショットガンストライカー自体もねかなり強い現実拡張やから、そこまで苦渋の決断ってわけではないと思うんやけど、それでもまあフォーキャストを選ぶ方の方がね多いんじゃないかなとは思いますね。普通やったら、なんなら今見てるマッチって5マッチ目、5連ビクロイを達成した最後のマッチなんですよね。ビクロイしすぎてね、どのマッチを解説しようか悩んでて、ハンマーなしで勝ってたマッチもあったから、それもね解説したかったんやけど、やっぱり最後のビクロイ、一番レベルが高くて一番緊張感のあるマッチ、なんなら一番保守的になりやすいマッチですよね。だからこそ立ち回りが安定しやすそうなフォーキャストを選びそうなもんなんやけど、対面用のショットガンストライカーを選択するっていうのはシチュエーション込みですごいなと思いましたね。で鍵も取れたんで、ホロ宝箱を開けれるポジションを探し回りながら物資をなんとかね増やしていこうとします。でマリブカのキーとなるスキル2つ目、スプラッシュメディックですね。
これをマリブカはかなり好んで使ってるイメージがありましたね。もちろん強いからっていうのもあるんやけど、ソロ5連ビクロイの立ち回り全部見たりもしたんやけど、デカポ3とかがあってもスプラッシュメディック出たらチャグスプを探す旅に出てましたね。それくらい愛用してる感じがあるし、まあ出たら即ピックみたいなチャグスプの強さをね信用もしてるとも思います。じゃあそのスプラッシュメディックをどこで十分に発揮させるかっていうのも考えられてて、このウォーターベイ隣の家群ですね。スプラッシュメディックっていうのはとにかく開けられてない箱が多くあるところに行けば使いやすいと。仮にその場所の宝箱とかを全て漁られてたとしても基本的に開けられずに残されてるものがありますよね。それが食べ物パック。これはね、食べ物を食べるために初動で開けることはかなり確率が低いですよね。つまり開けられずに残ってることが多い食べ物パックが大量に設置されてる場所っていうのをしっかりと把握して、その場所がウォーターベイの隣の家群なんですよね。他にも工具箱とか弾薬箱の余りとかでかなりの数開けるモーションを入れることができるから、結果的にチャグスプ6まで溜まりましたね。物資が足りない時用の、スプラッシュメディックが出た時用のムーブとして、他のマッチでもここのポジションの食べ物パックを開けに来てたりしてたから、ある程度能力に合わせて立ち回りの方向性、目星をつけて動いてるんやと思いますね。で、3つ目の能力っていうのは再展開エアリストを選択してました。まあ、これはね無難に強いし、特に終盤で発揮されますね。そして同時に敵のクワの音が聞こえて、ハイドおあつらい向きのデカポもあるし、ハイド大チャンスですよね。1撃目180マックスダメージ入れながら一気に畳みかけに行くんやけど、相手もかなり上手くて即逃げながら上に登ったりもして、カウンターもしっかり入れてきてダメージもらったからね、マリウブカも即引いていきましたね。めちゃくちゃ惜しい。ガンマチとはいえ初段しっかりマックスダメージいけるのすごいなと思うんやけど、何よりも引き際の速さですよね。もちろんこれはビクロイで賞金っていうモードやから、撃破ポイントに意味はないっていうのもあるやろうし、逆にハンマーがなかったらね、ワンチャンかけてハンマーを取るためにまだ勝負に行ったのかもしれんけど、まだね体力差が割とあるのにあっさり引いていく、この判断の速さっていうのがマリブカの対面のうまさな気もしますよね。攻めないわけではなくて、外の銃声を聞いて逆にねアンチ外にでも攻めに行ってるんですよね。ユフリに行くと、攻めれそうなところはしっかりワンチャンス掴みに行くと。今回に関してはまさかのハンマーの奇襲作戦で一気に飛びかかる。距離感合いすぎてねびっくりするんやけど、これに相手も反応してしっかり守られたとなると即また引いていくんですよね。もちろんハンマーがあるからこそとも思うんやけど、そのハンマーをより強力に使うスタイル、ヒットアンダーウェイゲリラ戦法のお手本ですよね。ハンマーはクールタイムがあるとはいえ無限に使える。だからこそどんどん使えるシーンは使いまくるっていう。まあ今シーズンももう終わりを迎えて、なんだかんだねハンマーという存在は消えなかったことが驚きでもあるんやけど、何かしらやっぱり強いアイテムっていうのはシーズンごとにありますよね。それを完璧に強く使えるかどうかがフォートナイトやとも思うから、これがね今シーズンの正解なんやろなと思いましたね。でその後ミニバスティオンに行きます。スプラッシュメディックのおかげでチャグスプ耐久もできるし、あまりの箱があれば耐久用のチャグスプもさらにゲットできる可能性があるから、ここら辺でホロ宝箱巡りをしながら鉄をしっかり蓄えていきます。ここら辺の動きもねよくできてて、もともとマリブカの固定売りにしてた場所っていうのは鉄があんまり取れないんですよね。だから初動を漁った後の鉄の取れるポジションとして、スプラッシュメディックムーブであれば今いたミニバスティオンに取りに行ったり、初動の物資があればそこから右下の鉄でできた赤い調査場をね漁りに行ったりして、結構鉄の塊ポジションに目星をつけて漁りに行ってましたね。他のマッチでもルートは2回打ってました。まあマリブカはねトーマスとデュオを今シーズンは組んでるんやけど、この初動はデュオでも降りてるんですよね。だからかなりね、マップ理解度、どこをどう漁るかっていうのも熟知してて、今回に関してはマップ上側をぐるりと一周するレベルでねめちゃくちゃ大きく立ち回っていってましたね。回復もまあ大体余ってるのを再利用できるから、耐久しながら鉄を取りまくって、敵が所々いたりもするんやけど、相手も物資取ってるだけなことがほとんどやろうからね共存して、まあここの動きを見てるとフォーキャスト取らなかった理由もわかりますよね。先に移動できないならむしろめちゃくちゃ後移動にすると。アンチ外耐久はある意味人口密度が薄くて安全でもあるから、気づけばねもうこの物資量になってましたね。初動から中盤にかけていろいろなね判断と立ち回りをし続けたけど、物資は着実に集まってますよね。あとはバスティオン系統のいいところっていうのが、ジャンパのおかげで移動が大きく省けることですよね。普通に使うと対空されがちなんやけど、アンチ外ならやはり敵がそもそもいないから最短距離を取りやすいですよね。かつハンマーの無限要素も移動アイテムとしていっぱい使っていけるから、全体を見渡すとめちゃくちゃ広い領域をね動いてはいるんやけど、あさりに無駄もなく対面も引きずることをしなかったから、最終的に
の中に普通に入ることができましたよね。物資も完璧に近いし、初動3波かぶりとは思えないほどの立て直し方ですよね。で、あとは丁寧に余りの回復とか資材をできるだけ蓄えて、最後の現実拡張はミシックミューニションを選んでましたね。つまり最終的なラインナップはこんな感じ。ショットガンストライカー、スプラッシュメディック、エアリスト、ミシックミューニションっていう現実拡張が今回のスキルと。で、ここから撃破チャンスがね、いろいろやってきます。回復もしきって縁も近いんで、まずは敵の壁張り替え、周りを警戒しつつハイドで寄っていって、止めてからの壁編集、ヘッショ96 完璧に刺さってたんやけどね、ダメージは悲しかったですね。ただすぐに次のチャンス、戦ってる音がしたから魚振りに行って、まあここはねかなり分かりやすくて、相手の壁を弱らせて透けさせてからエイムをしっかり置いて貫通させていくと。美味しい撃破からのその物資をね急いで取りに行くんやけど、対面相手が同じく取りに来てワンチャンス作って掴めなかったら即引いていく。本当に引き際がめちゃくちゃ早いですよね、マリブカは。まあ実際物資状況っていうのは正直これで終盤いけてしまうから、固執する必要がなければ対面はリスクでしかないと。ここら辺のある意味機械チックなね判断力っていうのもマリブカの強みの一つですよね。めちゃくちゃ合理的で、あとは縁が近いし張り替えできるところをしっかり利用して、できるだけ資材の消耗を抑えつつ、ここでね面白いシーンが一つ出てきて、このタイミングで設定からサウンドエフェクトを切るんですよね。初動からこの縁にかけてはサウンドエフェクトを使ってたんやけど、終盤は銃声とか足音が鳴りすぎてかえってね画面の邪魔になってしまうからやとは思うんやけど、マッチ途中でサウンドエフェクトを切ってたんですよね。これはまあ簡単にできるし意外といい気がしますよね。でプラス救援物資が降りてきて美味しかったんけど、それをねレフスガードがハンマージャンプで上から狙いに来たんですよね。まあ今回はね全然大丈夫やったけど、相手のハンマーの狙う感覚もめちゃくちゃ正確で面白い狙い方でしたよね。救援物資取る時っていうのは確かに上の空間を開けてるからね。でその後相手はマリブカの拠点の上にしか建築を建ててなかったから、アイテムを取られないように落としてから編集で崩して当てていくと。ここもねワンチャンス狙うだけで、あんまり初手から対面に固執してない感じもしますよね。今対面が必要ではないからね。サージも大丈夫、縁も入ってるから、あとは資材を整えて何もしない、撃たない、強いて言うならもともとアンチ街だった場所で休んでいきます。そっちの方がねもともと敵がいない分人口密度が薄めやからね。資材もカンスト1500、チャグスプ6、ミニポ6、ハンマーに3段ショットガンとミシックハンドガンで、もうこの上ないくらいこの時点で勝ちに近い物資構成になりましたよね。マリブカの5連陸類の終盤に行く手前の物資構成っていうのはこんな感じで、共通点は形は様々なんやけど、基本1撃破取ってから終盤に行ってる、チャグスプは必須で持ってる、ハンドガンが多めとかですね。やはりギリギリで繋いでるというよりかは、どのマッチもしっかりと陸類に到達できるくらいの物資をしっかり作ってから終盤に挑んでるっていう、まあその初動から中盤にかけての安定感がね凄まじいという証拠ですよね。そしてまた戦績に戻るんやけど、順位だけじゃなくて撃破の数もかなり安定してますよね。つまり勝てる戦いの流れがしっかりあると思うんですよね。ラスト 1v1 で一撃破としたら、リフレッシュは平均3回から4回と。それをどうやってこなしていくのか、問題はここからですよね。終盤戦どうやってビクロイまでつなげるのか、ラスト 1v1 の勝ち方っていうのもね天才だなって言えるくらいにすごかったんけど、まずそこまでの持っていき方ですよね。基本的にはやっぱりハンマージャンプ移動、そしてボックス2マスを作って、そこからは打たない、編集しない。基本的にマリブカが狙うところっていうのはリフレッシュにつながるところだけですね。撃破ポイントがないから倒した後の物資が取れないところっていうのは意味がないと考えてると思いますね。そしてジャンプして再展開で微調整しながら、着地したら敵と被ってしまう。ただフルピースで有利取れてたから、しっかりカウンター警戒しながらダメージ有利取れて、そのまま今度は速度で倒していくと。まあかなりね自己チックなシーンではあったんやけど、めちゃくちゃ冷静に2つうまいプレイがあって、まず階段すぐに編集する前に透かしで敵の様子を見て、カウンターが来ないかどうかをチェックしてから勝負したと。かつ階段編集の仕方ですよね。手前から奥に1レーンで選択する階段編集っていうのは、相手のライトハンドピークとヘッドラインを防ぐカウンター防止の編集の仕方で、二重に相手のカウンターを対策しながら1手目、相手が逃げようとしたところを打っていけたと。その後は仮に相手がヘッドショットカウンターしてきても、体力差でマリブカが勝てれば必ず打ち勝つシチュエーションやから、カウンターよりも当てやすさ重視で編集して倒していったんですよね。
ね。ただその後物資は取れたんやけど、漁夫の一撃をもらってしまって速攻でハンマー離脱。円は近いから縦跳び&再展開で冷静に移動はミスらない。そして安定の2ボックスで、今度は体力150で抑えて、まだ回復はできるんやけど、次の円の移動待ちで移動をしなくていいから攻撃もできる時間なんですよね。だからサイフォン回復を狙って外回りとかもちょっと打ちながら、下にいた敵を張り替えて編集で見て超絶火力で溶かしてリフレッシュ成功と。今のもすごい手順がいいですよね。まず体力150でのリフレッシュやから、引けるようにすることが第一ですよね。突っ込まない、かつ編集ホールドで敵の位置を把握してから打つと。これによって開けてから打つまでのインターバルっていうのが早くなるから、より確実に先手を打てますよね。で、個人的にはね、ここがすごいなと思うのが、ショットガン打ちながら相手は後ろ向いてるからシンプルに打ち続けるんですよね。カウンター警戒なら気持ち的にはね、編集リセットを挟むとか、階段を下に差し込んでワンクッション守りを入れちゃいそうなところなんやけど、打ち続けられるっていう選択をね、取れる判断力というか判断スピードなのかな。意外とね、こういうシンプルさっていうのは難しいですよね。まあハンドガンのエイム力もやばかったけどね。で、その後ハンマー事故をなくせるように前方確認してからハンマージャンプ飛んでいって、建築と建築の継ぎ目、一番壊せるスポットに移動してからまたハンマー移動からの再展開。再展開はこのハンマーの着地を修正できるっていうのがやっぱり強いですよね。 EU はこの着地修正に再展開をめちゃくちゃ対応しましたね。で、またボックスを広げながら、まあリフレッシュ成功して資材マックスやからね、今回は妥協せずに3マスからの体力はマックスやし、何もしないと円の切り替わり待ちですね。そして次のジャンプ、進行方向を確認するために1回出てからハンマーで、これも意外と見ないプレーですよね。建築壊せて飛べちゃうから中から飛んじゃうイメージなんやけど、マリブカは一旦出て確認してからちょっと距離を稼ぎつつハンマーで飛んでいきますよね。そして着地後円に入るまで進行して、また拠点は大きめに、ハンマーで仮に壊されたとしてもどこかは完成された建築が残ってるから、より防御力が高いのもいいですよね。そして次の円待ち、リフレッシュもやはりこの猶予がある円の中の時に狙いつつも、シンプルなハンマー進行で2マスの拠点を作って一旦落ち着くと。で、次に面白いのが早めのハンマー移動になったんですよね。円のギリギリを待っていないと。普通だったら背後にストームが来るぐらいギリギリに待ってからハンマージャンプしてより遠くに飛べるようにしようとすると思うんやけど、なぜこのタイミングで飛んだのかというと、移動円の先端が到着円に差し掛かったからだと思いますね。つまり先アンチ移動を最速で狙っていったと。じゃあそのムーブの何がメリットになってるのかっていうのはね、後で出てくるんやけど、一旦ねプレイに戻って、ちょっとローメに降りていって円の中に入ると、もう移動は次の円待ちで時間があるからリフレッシュ狙う時間が取れると。床張り替えの落とし込みをしようとしたんやけど、素で2人もね落ちてきて、冷静に一旦ホールド、相手がショットガン打った瞬間に開けてしっかりヘッシュを、あとはねハンドガン押し込みで倒していくと。今のもめちゃくちゃうまいですよね。まず相手がショットガン打った瞬間に攻める、これはね分かりやすくて、サンダーショットガン1発目から2発目出るまでのクールタイムの時間をフリーでついていったと。ただその後のハンドガンがねより上手くて、キャラコンで相手からの射線を切ろうとしてるんですよね。1回目は自分の建築を使って体を隠す左側へ、でリロード後は敵の壁にはなってるんやけど、相手のライトハンドピーク右三角編集に対して隠れられるように右側に寄っていきながら貫通を狙ってるんですよね。敵の編集読みをしてると、ただ狙ってる時に相手のマスの右側から漁夫が来てて、これはねワンボックス突っ込んだら今度は自分が狙われるなと考えて、ちょっと距離を離していって安全策、結果的に貫通して倒せたんやけど、漁夫がねそれを取りに来てて、編集で対応しようとしたんやけどうまくいかなかったから、ここはねあっさり引き下がって移動を優先しましたね。ハンマージャンプでまた先端に行きます。まあめちゃくちゃ冷静な感じもするし、やっぱり流れがすごいいいですよね。まあさっきのメリットの話を言うんやけど、リフレッシュしてるタイミングと何もしないタイミング、2つ両極端にあったと思うんやけど、それってかなり一緒のパターンなんですよね。円の中に先に入れてるからこそ中で移動しないからリフレッシュに回せる、逆に移動円の最中まだ移動続けないといけないっていう時は全く開けずに移動を待つと。まあ一回ね最初の円の時に自己チックに移動中に対面はあったんやけど、リフレッシュを入れるタイミングと全く何もしないタイミングってすごい統一されてますよね。まだ自分が移動しないといけない時は何もしない、円に先に入りに行ってその時間をうまく使ってリフレッシュはその時だけにしていくと。それがうまいこと成功してますよね。リフレッシュをするしないのタイミングが決まっていると、だから撃破数が一定なんですよね。そして最終局面、ここはね
進行で丁寧に伸ばしていきながらローグラ先端を取り続けてますね。 1v1v1v1 1人フリーで寄ってきたところを狙うんやけど、ここはね相手の返しがうまくて一撃ヘッショもらって急いで回復。下り縁やったから徐々に丁寧に下がっていくんやけど、貫通も食らってチャグスプは使い切ってしまいました。今マリブカはセカンドローですね。でここで音がね上で1人やられた感じがあって、それを皮切りにハイをハンマーで取り返してリテイク成功。ショットガンを当てながら物資取った後、相手のハンマー対策に建築ホールドをし続けて相手の貫通を止めていくと、そして崩されないようにハイグラをつなげて残りは 1v1v1。 ハンマーで落下をなくしてから飛び降りてエイム勝負、一瞬で溶かして 1v1。いやーえぐい最後やばすぎるね。ストーム酔いの警報も鳴ってるのにめちゃくちゃ冷静に壁編集ホールドしたまま開けずにダッシュ。ここまで見てるとダッシュの飛び出し打ちに見えるし、相手も上手いからそれをちゃんと把握してマリブカの動きに合わせて側面を警戒しに行ったんですよね。でもまさかの開けない、出ない、フェイントで相手を横に釣っていくと。じゃあ相手からしたらどう見えるのか、円の進行方向に移動するだろうと、横開けなかったからね。だったらその後前だろうとそこに勝負をかけるんやけど、それを完璧にマリブカは捉え切って、最後はフリックの神エイムエイム力もすごいし、心理戦を完全に掌握してましたよね。やばいマリブカの手のひらの上やったね今の対面は。これが天才、人間技じゃなかったですね。はい、いかがだったでしょうか。ついに20分を超える動画になっちゃったんやけど、まあその理由がね分かってくれると思うくらい濃かった、うまさが詰まってたと思います。理論尽くしやったけど、まだまだねマリブカのプレイにも期待していきたいですね。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたね。